スキル発動、これで足落としなくなるよ。ダメージ食らったってへっちゃらだ。僕は犬だよ、仲間だよ。皆さんどうも、ドイヒーです。ツッコミ役の先生です。今日やるゲームはこちら、猫がなんかするやつ、ナンコ大泥棒ね。こちらをやっていきましょう。まずはすんげー宝箱を開けていこう。 CM も見ながら頑張ってみたけど開かなかった。仕方ないから猫缶使っていこう。いいアイテム出てくれ。激レアレアレア。すんごい宝箱だからといって超激レア出るとは限らないんだ。猫缶使ったのにあちゅっぺちゅっぱー。そしていよいよリーグ6までやってきたよ。どんな罠が出てくるのか楽しみだな。まずはガチャ引いていこう。いくぜレアハント、頼む超激レア出てくれ。レアかレアか激レア。これは使えそうなキャラ出たのかな。新メンバーになってバトル行ってみよう。だけどもリーグ6になって相手の罠の攻撃力がアップ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 。連敗したせいであっという間にリーグ5に落ちちゃいました。おちゅぺちゅぱー。その後リーグ5、6を行ったり来たり。この際リーグ1まで落ちちゃうかな。なんでだよ、リーグ8目指して頑張ろう。右上に神様がいるから左下からスタートしてみよう。神様のとこ行ってアイテム取らなくていいの。わざわざ取りに行って罠に引っかかってやる気なくなったりするから、それだったら宝箱集中。この金の扉は偽物だろうな。なんでわかるの。僕は泥棒のプロだからね。泥棒のプロはダメだろう。ニャンコ大泥棒のプロね。っていうかニャンコ大泥棒にプロないから。猫缶がたくさんだな。また金の扉、ここは違うでしょう。この下がすごく怪しい。行ってみよう。お金だーって罠か。犬来てるから急いで下に。でも動きが遅くなってて捕まっちゃったよ。あちゅんぺちゅぱー。だけどしっかりと下に行くのを防ぐ罠、やはり下の真ん中にありそうだね。場所さえ分かっちゃえばもう楽勝。こんな時は濃い色の卵の黄身を使えばいいからね。卵の黄身じゃなくてほのかね。真ん中上まで到着しました。ここでスキル発動。これで下に降りても足音は立てないよ。だから小判で動きが遅くなっても大丈夫。気づかれないで下に降りれるぞ。これで宝箱ゲットだ。あとは逃げるだけだね。扉が開いてるのは左上から逃げていこう。まずは左に移動だ。そしてここでカンカンを食らって上に移動。また小判か。動きが遅くなっちゃったな。だけどゴールはもう目の前だから大丈夫だよね。あとは上に上がって左に行くだけって。ここでゲームオーバーかよ。あとちょっとだったのに。あちゅぺちゅぱー。帰りのルート選びも大事だよ。ガチャ引いてニャンニャンが加わりました。このメンバーでバトル行ってみよう。今回はリーグ5だね。神様が上にいるから宝箱は下にあるんだろうな。だから下から攻めていこう。長年の経験が生きるか。どこが長年だよ。このゲーム1ヶ月もやってないでしょうが。猫関係って犬も出てきたからやっぱり下が怪しいな。一旦上に上がって左に行き、そこから下に降りていこうかな。って犬出てきた。気抜いてミスしちゃったよ。ジュッピジュッパー。次は薄い色の黄身で左真ん中から進んでいこう。譲るだから。真ん中まで進んでいって下に降りていこうと思いきや、ここで猫缶、右から犬来ちゃうな。上に逃げるか。ここで小判、罠食らいまくりでボロボロだな。本当に下に宝箱あるかサーチもしておこう。右上、あれは神様んとこ行った時に引っかかるやつだ。だからガンガン下に降りていこう。下に宝箱ない。じゃあ右か、ここかな。違った。じゃあ左だったかな。
場所が分かればもう楽勝。ここで濃ゆい君登場。だからほのかだって。ここに金の扉あるけど、これは偽物だね。宝箱だけじゃなくてアイテムをゲット。それじゃあ下に降りていきましょう。ここで動き遅くなっちゃうから急いで下に。そしてスキル発動。これで下に降りても音が鳴らない最強のスキルだね。宝箱ゲットだって。外れかーい。結局右上のが本物だったのかよ。あちゅっぴちゅっぱー。長年の経験ダメじゃないか。うるせえ。おならうるせえはやめてよ。さっきのは最初に無駄に捕まっちゃったのが良くなかったね。今度は宝箱を盗みまくってやる。100個を盗んでやるぞ。そんなにたくさん盗めないから。上に神様がいるから下が怪しいと思ったけど何にもなしか。まずは氷を割っておこう。そして氷の上に宝箱あるから上がっていこうって。間違って捕まっちゃったよ。しょうもないミス多すぎ。あちゅっぴちゅっぱー。それじゃあ新キャラのパンダ行ってみよう。パンダじゃなくてニャンニャンね。スキル使えるようになるまで時間がかかるから大変なんだよな。ここで猫缶か。上に上がってみよう。犬だ、もっと上に。また猫缶。犬は来るか。左から来た。上に上がろう。ここでスキルのダメージカット。罠に引っかかりまくっても大丈夫。引っかかりまくったらダメだよ。あと割とダメージ食らってるし。ここが怪しいな。やっぱり宝箱ゲット。長年の勘が当たったな。だから長年やってないじゃないか。ダメージ食らっても大丈夫だから罠なんて気にせずガンガン進んでいこう。と思いきや周りは犬だらけ。逃げる方向間違ったって。前から犬、逃げ切れなかったよ。あちゅっぴちゅっぱー。まさかこんなところで捕まっちゃうなんて。左下から行ってみよう。まずは宝箱の下まで移動。そしてそこから上がっていこう。この上に罠あるか。バケツがあった。右に犬いるから捕まらないようにして。上にも犬がいるからすれ違いになるって。焦って早く上がりすぎちゃって捕まっちゃったよ。あちょっぴちょっぱー。長年やってるとは思えないプレイだったよ。うるせえ。だからうるせえおならはやめてよ。次の場所こそ絶対泥棒してやる。右に神様がいるから左から行ってみようかな。ここをまっすぐ行って真ん中から上に上がってみようかな。あ、犬がいる。この周りが怪しいぞ。上に上がってみようかな。なんだこれ。叩けば叩くほど音が鳴り響く。周りの犬いっぱい集まってきちゃうよ。なんとか抜け出せた。この左には犬。じゃあ上だって蜂の巣だ。これでいなくなっちゃったよ。さっきのでっかい鐘の上とかが怪しいのかな。とりあえず右上から探ってみよう。いきなり蜘蛛の巣かよ。動きが遅くなっちゃうのきついな。左はどうかな。猫缶か。この左にはまた蜂の巣ありそうだな。一旦下に。犬だ、逃げろ。そして下に降りていこう。ここでスキル使えるようになったから使ってみようかな。これで罠に引っかかっても安心。この左は金の扉だ。一回開けてみようか。あー、捕まっちゃった。こんな早く捕まるならスキル使う必要なかったじゃないか。何も考えてなかった。あじゅっぴじゅっぱー。ここら辺に金の扉ないかなとか調べたいけども、スキル使えないや。もったいないことした。とりあえず鐘の上が怪しいから調べに行ってみよう。この右に宝箱あるかな。やったー。帰り道は下手に新しい道を進んでいくと蜂の巣がありそうだから一度通った道を帰って行こう。しっかりと考えてるね。当たり前じゃん、プロだよ。プロの割にはスキル使うの下手くそだよ。最後出口に蜂の巣がないのを祈るだけ。大丈夫だったね。これでクリアだ。スキルうまく使えてたな。どこがだよ。
そしてコメントで教えてもらったけども、床の黒い部分をタッチするとお金いっぱいもらえんだね。ちゃんとチュートリアルの説明聞かないからこんなことなんだよ。汚れたらお金もらえるなら学校の廊下も汚そうかな。そういうことじゃないからね。またガチャ引いて新しい仲間が手に入ったぞ。これを連れてバトル行ってみよう。新しい猫のスキルで絶対に勝つぞ。神様が右側だから左から攻めてみようかな。上の方から下にどんどん攻めていく作戦でいこう。まずは真ん中まで行ってそこから下に降りていこう。真ん中まで全く罠なし。これは下にごっそりかな。まずは猫缶、さらに下に行くと交番、犬来るから急いで下に。ここは外れかよ。だけどやっぱり下が怪しいね。じゃあ次は新キャラ行っちゃおう。スキル使えるようになるまで時間がかかるから周りを散歩しておこう。それついでに神様からアイテムもゲットしておこう。まだスキル使えないから上にも上がろう。これでもうスキル使えるようになったかな。よし下に行くぞ。神様のところでスキルを使って下に降りて行こう。これで犬になったぞ。犬に会っても大丈夫。こんな変装なら普通バレちゃうけどね。それを言っちゃおしまいよ。ここにお宝あると思ってたけど違った。じゃあ左ってことかな。この左に金の扉、お宝あった。ここから逃げれるかどうかだね。スキルあったら余裕で逃げれそうだけどもう使えないからな。左から逃げれることを祈るだけ。なんとか大丈夫そうだ。よかった。スキル使って泥棒ゲット。お宝ゲットだろ。泥棒はゲットしないから。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。